はい、どうも、一般人です。今回はね、地下室の温度、どれぐらい温度が下がるのか検証してみたいと思います。今回使うのはね、この温度計だね。これ大仏の温度が測れます。じゃあちょっとね、早速この辺の壁の温度をね、まず測ってみましょう。はい、じゃあちょっとね、温度測ってみましょう。これで測れます。はい、このように、今ね、32.4度、32.4度です。じゃあね、ちょっとね、地下室温度を測ってみましょう。結構暑いね。今11時だから、結構カンカン照りです。果たして地下室の温度はどれぐらいになってるんでしょうか。まあ、地下室って言っても、俺ね、地下室うちにないんで、作業するね、ピットの中だね。一応ね、地面の中にこう掘ってあるんで、ピットでね、オイル交換とかする場所なんだけど、そこでね、どれぐらい温度が下がるのか検証してみたいと思います。一応ね、車のボディも測ってみようか。やばい。51.1度です。車のボディは51.1度だね。やばいでしょ。はい。じゃあね、一応ね、黒いボディの車、どれぐらいあるか一応ね、測ってみましょう。やばい。黒いボディは66.1度です。さて、交番の中行ってみましょう。一応ね、念のためにダッシュ盤の上測ってみるか。車の。やばい。75.7度です。そしてね、一応工場の壁の温度測っておきます。34.1度です。結構まあまあ暑いね。これからさらに暑くなるから。じゃあさす、あのついにね、地下室っていうかピットの中の温度を測ってみたいと思います。これがね、うちのピット、オイル交換する場所だね、普通は。これでどれぐらいの温度なんでしょうか。はい、じゃあちょっとね、俺の背の高さよりちょっと低いぐらいだね、こんな感じ。この胸のあたりだから、だいたい俺160なんで、130ぐらいの深さがあります。まあ、130センチね。じゃあこの表面の温度を測ってみましょう。上の方だね。あ、結構低い。27.9度。ちょっともうちょっとね、50センチぐらい下がってみましょう。あ、低い。25.6度。じゃ一番下で測ってみましょう。すごい。23.9度。あ、結構、しかも座るとひんやりする。ひんやり涼しいという、まさかの事態でございます。これはね、もうこれからね、地下に住むしかないね。皆さんも、地下生活考えてみてはいかがでしょうか。これだったら、ちょっと掘ってね、地面の中で寝てた方がね、エアコン代かかんないし、いいかもしんない。23度だったら俺寝られるね、多分。また会いましょう。バイバイ。地下室あれだね。